お疲れ様でした。本日の試合の全体の印象をお願いいたします。いや非常にタフなゲームでね、もともと予想通りにタフになるやろうということで、まあ、よくみんな寝ればと思いますよ。次節、立命戦に向けてお願いします。まあ向こうはもういっぱいしてるんで、後がない,いうことでね、そうまあ、もともと総力戦になるやろうと。ゲームの終了、残り1秒までわからない。 分からないという気持ちで我々もやってきましたから、最大の準備してやるだけです。はい。えっと本日の試合の全体の印象をお願いいたします。そうですね。あのズルズルと進まれたシーンもありますが、あまあ結果として勝てたのは良かったと思います。とりあえず本日で五十三回目のあの優勝が決定したんですけれども、いかがですか。そうですね。あのまあリーグ優勝。 っていう、まあ、目標で俺らやってきたのではなくてあの、まあ、絶対に社会人に勝って真、えー、の日本一になるという目標であの今やっているので、まあ,あんまりリーグ優勝に対しては、まあ、考えてなかったですね1節立命戦に向けてお願いしますもう絶対に全員チーム全員が一体となって、まあ、オフェンス、ディフェンスキックサイドライン全員が本当に勝つという気持ちで臨んで。 絶対圧倒して勝ちます。ありがとうございました。本日の試合の全体の印象をお願いします。全体の印象、えー、そうですね、まあ。ディフェンス、そんな見てないんで、わからないんですけど、オフェンスでは、まあ。もっと反則であったりっていうのも、出てもって。ボールのセキュリティであったりの甘さっていう部分が出て。 これが立命戦で出てもうたらそのまま負けに直結するのでその部分の反省が強く出たかなっていいう,うに思います次節、立命戦に向けて意気込みをお願いします今以上に厳しい状況が来ると思うんですけどその中でどんだけパスで打破できるかを今までずっと取り組んできたので立命戦もパスで打破したいと思います。 本日の試合の全体の印象をお願いします。そうですね。まあディフェンスとしては、まあ、前半よく踏ん張れたと思うんですけど、ディフェンスとしては後半に追い返されて結構難しい試合だったかなと思うんですけど、まあ、ビッグプレーが,が多く起こして流れをこっちに寄せれたかなっていう印象ですね。はい。次節立命戦に向けての意気込みをお願いします。そうですね。立命はもういっぱいしていて、ほんまに気持ち入れ直して。 戦ってくると思うんで僕らもそれに負けないぐらいの気持ちでこの2週間しっかり準備してやりたいと思います。